あ、そうなんですか。ハイブリッドでまた、はい、燃費はどっちがいいんですか、マジェット。あ、マジモが、あ、やっぱいいですか。いいっすよ。10ぐらいはでも走るんですか。12.5 とか、マジェットは14 14ぐらい、多少はやっぱいいですね。LS やっぱでかいですね。もうひときわって言っても二回りぐらいでかいのかな。LS もいじるんですか結構。ノーマルで味わって。あ、リュウさんも来た。雨が残念ですけどね。僕が雨男なのか、武蔵くんが雨男なのか。あ、可能性ありますね。これってグレードとかって何ですか。ハイパッケージ。なんかリッチですね、やっぱ雰囲気が。マージェよりもやっぱ広いですか、このシートとか。ね、黒が、あんまり、あれですか、下手ってないですね。下手ってないですね。まあ、距離5万、今8千キロとか。まあ、全然ですね。普通の車ですね、買ったんですか。あの、知り合いのところで。今、いくらぐらいなんですか、相場。このハイブリッドの 500H か、 500H の5万キロぐらいと、400とか。そうです、距離いってると 400ぐらい、キルぐらいですか。キルぐらいで売ってるやつもあるんですけど、速さ的にはどうなんですか。あ、でも出だしは遅いです。あ、重いから。重い。あ、まあ、本当乗り換えるつもりなかったけど、たまたまこう巡り合わせですか。なんかいろいろ見てたらなんか、あ、いいなと思って。最初ちょっとでかさが、あ、そうっすか。今だいぶ慣れたけど、子供小さいですよ。なるほど。LS 行ったんすね、じゃあね。でもまだ乗れそうがいいですね、しばらくね。あ、綺麗だね。パールで、ね。あとなんかオプションとかついてるんですか。このホイールはそうっすね。ホイールがオプションで。本当はまあエアロつけてるんですけど、モデルですね。モデルしたとか。あ、高くないですか。マジがどのぐらいの広さかってちょっと、うん、あ、やっぱ広いね、コミュニティ。綺麗じゃないですか、後ろ。そうですね。やっぱテープもついて。お、本当だ。多分乗ってなかったですね、やっぱね。そうですね。だってすごいしっとりしてるじゃないですか、革が。普段はあれですか、ケントさんは一人でも乗るような感じですか。ほぼ一人です。ほぼ一人乗らないですよね。ちょっと綺麗なままするんですよね。これがまた眺めるときいいですよね。めっちゃ綺麗やみたいな。ああ、やっぱこのおしゃれですよね、間接照明が。決め手は何だったんですか、それ。あ、でも前から気になってたんですか。気になってたんですよ。まあ、そっか、LS でちょっとあれ大人な感じでまたあれですね。本当は黒買おうとして、黒のバズレールで全然これより値段が、なんか50万ぐらい違うんですか、やっぱ。あ、多分そう、これは。あ、バージョンヘルやっぱ人気ありますもんね。ただまあ、あのね、割り切っちゃえば。そうですね。そうですね。まあ、後ろはほぼ乗んないんで。うん、まあ、そう思えばね。まあ、外から見たら、そうそうそう、同じですもんね。わかんないけど、これも最初はついてたのね。あ、そうですね。いいですね。まあ、できればこれついてるのが今。そうですね。だから全然違いますよね。おお、完璧ですね。特に問題なく。ボディーコーティングはされてますか。特には。楽しみですね。だったら俺ちょっと取っ払いない。